脇腹燃焼、脇腹燃焼、脇腹燃焼、何回言おうかなと思ったけど3回でやめとく。もうさ、この脇腹にさちょっとつき始めちゃってさ、こんなんじゃね足りない、全然燃焼されないもん。ということでサクトモチャンネルです。どうこれ、危ない。もう年がいもなくこんなことやってたらもうね、本当にお騒がせしました。ということでですね、今僕疲れた。ちょっと息切れしちゃった。エンバンクメントという駅の横の、ビクトリア&エンバンクメントガーデンの方にちょっと来てたんですけれども、ここからちょっとね、聖地の方に向かっていきたいと思います。お願いします。いやー、トモさんも今やりたかったでしょ、本当は。いや、やりたくないです。これでこの脇から抜けられると思うんですよね。なんかちょっとやっぱりさ、こう、いや僕は走ってるんですよ、はい、トムさんも走ってるでしょ、はい、で走ってるんですけど、いや息切れがねなかなかこう解消されないっていうか、本当に。あ、お花屋さん、そう、ここ駅前にねお花屋さんあってね、あ、ここが倉庫になってんだ、お花の。まだ午前中だもんね、午前中だから、はい、まだ人もそんなに多くないけど、これから増えてくんだろうな。すごいな、お花屋さん、お花線のあるとこいいですね。でちょっとここのこう電車がこの上通ってるんですけどね、チャリングクロスっていうところから出てる、右からチャリングクロスなんですよ。チャリングクロスから出ている電車がこの上を通ってるんですが、その下を行きたいと思います。あ、ポリスも止まってる。あれじゃない、なんかさ、今日さこの上をさ渡ったらさ、ちょうどビッグベン綺麗に見えるんじゃない。あ、いいですね。ね、ちょっとビッグベンだけ見に行ってみない。はい、聖地はその後。いや、日陰寒いね、本当 ね風が冷たいですね。風が冷たくってまた涙目になってきちゃった、本当に。あ、ほら、これどこで案内した、あ、ノッティングヒルで案内したよね、タクシードライバー専用の。あ、はい、こうコーヒーとかデリー、短い時間しかオープンしないんだよね。日曜日やってないんだ。月曜日から土曜日の7時から2時はここでタクシードライバー専用のこうコーヒーサンドイッチとかを販売している、うん、でこの辺多分ねお席があると思うんだよね、ちょっとだけね。わ、いいね、いい天気じゃん。青空が広がってるからビッグベンもすごく綺麗そう。実はさ、僕は昨日ちょっとねお仕事でビッグベン見に行ったんですよ、はい、でやっぱりねまだちょっとね足まだ残ってましたね、ちょっとだけね、うん、でもほぼ前景はもう見える状態になってた。あ、なんかパーティーかな。おお、だんだんいい感じですよ。ちょっともう少し先で、もう先でちょっとご案内しましょう。まあ、ハンガーフォードブリッジって言って、歩道、人専用の橋と鉄道の橋と、また奥に人専用の橋とあるんですね。ロンドンアーム動いてんのかな。ロンドンアーム動いてないね、まだ営業時間じゃないのかな。さあ、
どう、トモさん、この辺。ほら、もうこの辺で結構見えるんじゃない？はい、行きます。はい。じゃじゃん。ビッグベン。いや、キラキラ光ってるね、やっぱりね。うん。手前がビッグベン、エリザベスタワーでしょ。奥のタワーがビクトリアタワーっていうね、名前なんですね。いや、ここまでね、出てきたら、昨日、ちょっとね、私ご案内したお客さんも、うん、3年前に来たって言ったのかな、うん、その時はもう全部ねカバーがかかっちゃってて何も見えなくてって言ってたから、うん、きっとみんなそういう経験されてる方多いですよね、きっとね。そうですね、ね、コロナ前逆にその時のが今は貴重になっちゃいますね。そう、逆にねだってさ160年前に建築されたのよ、うん、で160年間ずっとこの形を続けてきて約4年半、うん、あのカバーかかってたわけですよね。あの4年半のカバーはこの先160年ないかもしれないわけですよ。そうですね、うん、そう考えるとあのカバーがついたビッグベンというのを見るのは逆に言うと希少価値ですよね、うん、あ、そうですよね。どう、そうやって丸く収めるっていう話、うん、本当だと思いますね。はい、さすがともさん、そう言われたらなんか俺もそんな気がする、はい、ね、じゃあちょっとここからせっかくビッグベンも見れたんで僕の聖地へ一箇所まず向かっていきたいと思います。なんかこっからのあれだよね、景色もいいよね、うん、あれあれでしょ、あれがチャリングクロスの駅、駅ビルになってて、あ、上オフィスビルですよね、うん、みんなの思い出写真展、橋の上がるのを調べて見に行かれたとのこと、タワーブリッジのホームページで確認することできますよね。この写真は羽橋のたもと、臨場感のある一枚ですね。ハッシュタグサクトモガでツイッターにご投稿ください。さあさあさあ皆さんですね、さあ私と同じクイーンファンの皆さん、皆さんもうここへ来ればどこへ行くか分かってる方多いかもしれないけど、カインドオブマジックのクイーンのカインドオブマジックのビデオクリップを覚えている方も多いかと思います。あのビデオクリップはねセンセーショナルだったんですよ、うん、あの当時ねアニメを合成して一緒に作るなんていう映像ってまだもう最先端だったんですよね、うん、そこにコーラス隊の女性がアニメになって登場するという素晴らしい動画を作って話題になったカインドオブマジック、あれで冒頭のシーンでフレディがマントをつけてマントをピラピラさせながら入っていった建物がこれですよ、ね、このプレイハウスシアター。今何やってるんだろう、これ今劇場なんですけどね。何だろうね、何やってるんだろう。で1950年代から35年ぐらい、うん、ここって BBC の、いわゆるライブパフォーマンスの収録スタジオだったんですよ、うん、スタジオっていうか、まあ、劇場を使って、はい、スタジオとして BBC が持ち主だったんですね、うん、でまあそれ、まあ、最終的になくなって今また劇場に戻ってるんですけれども、1986年かの2月の28日から4日間かけてここでカインドオブマジックのビデオクリップが作られた。で、あのビデオクリップの中の、ね、映像は、ね、全部、ね、この劇場の中で撮ったんですね。うん、うん、で当時ねすごい寒かった時らしくって、寒かったんだけど暖房が壊れてたらしいんですよ、でもねフレディとジョンは半袖を着てるシーンがあるんですよね、うん、ただねちょっとして白い煙が出る瞬間もあるんですよ、口から。いや本当寒い中ね撮影してたと思うんですけど、うん、ここがその撮影された場所ですね、になっております。さあそんな劇場から、今日はビッグベンも見ていただいて、クイーンのビデオクリップを撮影した劇場プレイハウスシアターもお届けすることができました。でもまだちょっとこの周辺聖地があるんで、その辺もご案内したいと思います。ということで皆さんチャンネル登録グッド評価の方
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。なんかね、初っ端に運動しちゃったんで、ちょっと喉カラカラで声枯れしちゃったんで、今日はこの辺で、ということで、さようなら。